アルジス・バドリス・アルジス・バドリスは、アメリカ合衆国の SF 作家、批評家、リトアニア系、フランク・メイスンなどの別名でも知られる。バドリスは、アルジルダス・ジョガナス・バドリスとして、東プロイセンの系ニヒスベルクで生まれた。父は、リトアニア政府の総領事であった。一家は1936年、リトアニア政府によって、アメリカに送られた。バドリスはまず、マイアミ大学で、 その後ニューヨーク州のコロンビア大学で教育を受けた。最初に活字になった彼の SF 作品はザハイパーパスでアスタウンディング氏の1952年に掲載された。1952年、バドリスは編集者として SF 出版社、ノームプレスや SF 誌ギャラクシーサイエンスフィクションで働き始めた。彼の1950年代の SF 作品には ジョン・エイ・セントリー名義で発表されたものもある。これは彼のリトアニア名を英語化したものである。他にも編名は複数ある。そのうちのいくつかは彼の雑誌トゥモロースペキュアレイティブフィクションで小記事の署名として復活した。1950年代の SF 雑誌などで使われたものとしてはウィリアム・スカルフが挙げられる。なおジェローム・ビクスビートの共同ペンネームとして アルジャーロームを使用した。バドリスが1960年代に書いた中長編、ブライの月は9号賞の候補となり、後にアンソロジー・ザ・サイエンス・フィクション・ホール・オブ・フェームに収録された。冷戦を扱った作品、アメリカ・鉄仮カメンは1973年に映画化がなされた。バドリスは9号賞、ネビュラ賞には幾度も候補となり、そして落選したが、 SF 研究協会の2007年度ピルグリム賞を生涯を通じた SF 研究への寄与によって受賞している。バドリスは結婚して4人の息子を設け、最後までイリノイ州エヴァンストンで暮らした。彼は悪性黒色種の転移によって2008年6月9日に死亡した。日本では翻訳に恵まれていないが単行本化されていない。 ぐらいの月は、文学的な名作として、ガガミアキラ、琴野正幸らから高い評価を受けている。アメリカ鉄仮面巻末解説における表記、ジェンセン、トレバー、タプト、ヒューマンサイドオブサイエンスフィクション、CHICAGOTRIBUNE.com 2008年6月11日、リリーブドオン2008年6月11日、2002年5月13日、マーシスのオフィシャルホームペ、ありがとうございます。